まあせいぜい怒って戦うんだな。俺は見たい、お前が本気を出した時の力を。お前は最高のサンプルなんだ。お前の親父みたいな化け物を作るためのな。黙れ。変だぜ、大のドラゴンの力は本気になりゃ山を砕き大地を割るぐらいすげえ破壊力なんだ。いくら魔族が人間より強い体を持ってるからって五体満足でいられるわけがねえ。なのにあいつはあちこち傷ついちゃいるが倒れる気配がねえ。なんだ、初めての実戦でビビってんのか。バカ言うな、誰がビビるもんか。ただなんだか知らないけど、あいつを見てたら尻尾が勝手にフルフル言い出したんだ。不思議に思っているな。なぜただの魔族であるこの俺の体を砕けないかを。さて、なぜだかな。紋章戦決まった。ドラゴンの騎士の必殺技だぜ。ありゃ、やはり超魔生物の力をもってすればドラゴンの騎士に勝てる。まさかあいつ自身がすでに。そう、超魔生物は 90% まで完成していたのだ。このザムザ自身をベースとしてな。陶器を操る力と柔軟な皮膚組織を持つモンスターの長所をもってすれば、その程度の攻撃はわけなく裁ける。ドラゴンの騎士の力十分に見せてもらった。今度はお前が見るがいい。100種類以上のモンスターの長所ばかりを取り入れて作り出された。究極の超魔生物の力を。これが超魔生物。気を引き締めてかからねえとな。うひー、治癒が本能的にビビるわけだぜ。こいつはまさしく全モンスターの集大成みてえなやつだ。さあかかってこい、タイ。お前をこの超魔生物ザムザ様の名誉ある対戦相手第一号に選んでやったのだ。せいぜいありがたく思うがいいわ。何よ。早い、でけえくせになんてスピードなんだ。ほう、やるな、さすがと言うべきか。さっきとは段違いのパワーだ。このままじゃ。やべえ、大のやつ飛ばしすぎて限界時間をオーバーしちまったんだ。このまま一気に食い殺してくれる。腹から口が。さあ俺の血肉となるがいい、ドラゴンの騎士よ。
ダメだ、力が。あがきよって。だがついに力尽きたようだな。ここまで破壊力を収束させたギラを連発するとは。今だ、メラゾーマ。チュウ、ダイオ。無理もね、ザムザはモンスターのすげえとこばっかり集まってんだ。きっと本能的にかなわねえって分かっちまうんだ。みんな、王様を頼んだぜ。しっかりしろ。見かけによらず大した魔法使いだ。お前は、お前もいいモルモットになるぞ。なぜだ、そのハサミはさっきダイがぶっ壊したはずなのに。俺のギラでつけた傷ももう治っている。言ったはずだ、超魔生物は究極の魔獣だと。いかなる外傷もすぐさま戦闘中に治癒してしまう肉体を持っているのだ。すでに9割方この肉体は完成している。残る課題は変身すると呪文が使えなくなる点だが、お前たち勇者一味を倒してからゆっくり研究し完成させればよい。超魔、すなわち魔族を超えうる者。みんな、王様を頼んだぜ。見かけによらず大した魔法使いだ。お前は、お前もいいモルモットになるぞ。言ったはずだ、超魔生物は究極の魔獣だと。いかなる外傷もすぐさま戦闘中に治癒してしまう肉体を持っているのだ。マジかよ。できなかった。焼き尽くしてやるぜ。ゴミどもが最強の力を見せてやる。せいや、せいや、せいや、はい、つくばれ。はい、はい、取って寄せるぞ。取って、よし、やったな。究極の魔獣の力を。集中して放ったクロコダインの獣王快進撃みたいなものか。覚えておくんだな、猛獣は食事の邪魔をされると暴れ回るのだ。やめろ。ごちそうさま。生きたまま丸飲みにしたが、俺の体内の強力な分解液によってすぐさま溶けてしまうはず。無駄なあがきはやめておけ。今の俺に殺されるよりはモルモットとしてしばらく生きた方がまだマシだろう。冗談じゃねえ、どっちもごめんな。確かあの中にもフォブスターとかいう魔法使いがいたな。いいだろう、モルモットは足りている。お前はダイと共にその身を捧げるがよい。待てい。
魔王軍の化け物、これ以上の悪事は許さんぞ。この僕に痛めつけられたくなかったら降伏してみんなを解放したまえ。血迷ったかザコメが、ダイですらこの俺に敗れたのを見ていなかったのか。勇者ダイ君もこの僕が助ける。行くぞー。あちれー。言わんこっちゃねえ。波の人間のリーチでも攻撃が届かねえのに、あんなでけえやつと戦えるわけがねえだろうが。くそ、まだまだ。逃げろ、逃げるんだチュウ。ポップ、それにチュウまでも。無駄だよ、やめときな。そいつは俺様の怪力でもびくともしねえんだ。あんたの細腕じゃ無理だぞ。力だけじゃない、剣でも切れないんだ。呪文も効かねえ。ありとあらゆる攻撃を吸収してしまうんだろう。脱出不可能ってわけだ。私は諦めないわ。仲間がやられてしまいそうだっていうのにじっとなんかしてられない。ダメだよそれじゃ。このピンチを脱出できるのは君だけだ。君が修行で身につけた力の全てを発揮すれば必ずここから脱出できるはずだよ。あなたはまさか。体がしびれる。ぎまだまだ。俺にできるか、あれが。まだ駆け出しの時にたった一人で絶対に勝ち目のねえ相手に向かっていくことが。いや無理だ、絶対にできなかった。ちょっとだけ見直したぜ禰豆子。呼吸している。そうか、あの腹の口でも奴は息をしているんだ。だったら、うわっ。畜生、お前だけにはカッコ悪いとこ見せたくなかったのに。そうかい。だが逃げずに戦ってるだけでも立派なもんだ。しけえな。仲間を見捨てて逃げちまうような奴は最低のクズだ。耳が痛いぜ。おい禰豆子、ダイを救出する手があるんだが、お前も一口乗らないか。そんなことができるのか。ああ、いいか、今から奴の腹の口が開く。そしたらお前のパワーで一発腹にぶちかませ、そのショックでダイは飛び出す。これ以上遊んでいる暇はない。一気にひねり殺してやるわ。一緒に行きましょう。半端な呪文じゃすぐに復元しちまう。悪党の技でイメージ悪いけど、あれしかねえ。フィンガーフレアボムズ。すごい、メラゾーマ3発を同時に打ち出すなんて。本当は5発撃つんだけどよ、俺の全魔法力を注いでもあれが限界みてえだ。だが十分効果があるはず。あの炎はちょっとやそっとじゃ消えねえ。だから奴の皮膚が炎に耐えられても顔の周りの空気が燃えて息ができなくなっちま
息ができなくなれば奴はもう一つの口を開いて呼吸しなければならなくなるはずだ。つまり大が閉じ込められてるあの口をよ。苦しい、呼吸ができん。ダメだ、もう我慢できん。今だチュウ、ドテッパラめがけて一発ぶちかましてくれ。任せたまえ。いざとなったら頭突きとか体当たりで戦えばいいじゃんか。そうだ、こうなったら格好なんか気にしてはいられない。いっくぞー。でー、出た、ダイだ。今の技案外かっこよかったぞ。必殺技の名前をつけなければ。キュウソクルクル剣と命名しよう。貴様ら絶対に許さんぞ、ゴミのくせに。皆殺しだ。ダメだ、動けねえ。何？バカな、このしびれガスの中で平然と。魔法力だよ。彼女の体の周囲に白い光のようなものが見えるだろう。あれは微弱な回復系の魔法力を全身に張り巡らしているんだ。この牢にはあらゆる攻撃が通じない。でも生命体であることは間違いないわ。老師、武神流飛王儀、今こそ使わせていただきます。無理だ、できるわけがない。小娘の力で何ができる。みんなを話してもらうわ。ベホイミ、わお、さすが元僧侶戦士。この小娘が絶対に許さん。モルモットどころかこの場で廃棄処分だ。お前は今まで戦った敵の中でもあなたは最低だわ。神様がくれた人間たちの命、モンスターたちの命、それをもてあそぶなんて絶対に誰にも許されないことよ。うるさい。これは素晴らしい実験だ。魔族が神に近づくための偉業の一つなのだ。人間やモンスター風情がどう生きようが死のうが俺の知ったことではないわ。なら教えてあげるわ、命の痛みを。怖っ。バカな、再生が始まらない。なぜだ。出た、マームさんの最強剣、ブロキーナ老師から伝授された武神流最大の飛王儀、戦火烈光剣だ。ガー、まさかバイオプリズムを破ったのもこの力か。そんなバカな、俺は超魔生物、超魔生物は絶対に無敵なのだ。バカな、俺のバイオプリズンが。みんなを離してもらうわ。マム、腹に衝撃を。そうすりゃ飲み込まれちまった台が飛び出す。
小娘が。はあ、武神流戦火烈光剣。そんなバカな、俺は超魔生物、超魔生物は絶対に無敵。蹴りはフェイント、武神流戦火烈光剣。どうも、やったぜ、ダイが飛び出した。よかった生きてる。もう少し遅かったら強力な遺産で溶かされてたかもしれねえ。この新しい服のおかげかもな。ありがとうよマム、ダイはなんとか無事だぜ。チュウ、あなたの持ってるアイテムでダイの回復を。任せてください。うわー、こんな俺の不滅の肉体が、なぜだ、なぜだ。覇者の剣、きっとこの腕で取ってあげるわよ。とんでもねえ強さだぜマム。それに加えてあの必殺剣のすげえこと。ふふふ、驚いたかね。あれがブロキーナ老師の武神流の奥深さであり、マームさんの最強剣戦火烈光剣なのだよ。そう、戦火烈光剣だよ。マームは武術の修行の中、武術の神様と呼ばれるシ・ブロキーナから武神流の最高の奥義戦火烈光剣について教えられていた。戦火烈光剣とは武神流剣法とマホイミという呪文を組み合わせた技。マホイミは過度の回復系魔法力により生体組織を破壊してしまうという呪文であり、卓越した僧侶や賢者のみが対モンスター用の切り札として操ったという。ブロキーナはその呪文と武神流剣法を併用することで敵の体に致命的なショックを与える技戦火烈光剣を編み出したという。魔法意味の効果や技の詳細を教えられ、恐ろしい技だとつぶやくマーム。それにブロキーナはうなずき、だからこそこの技の恐ろしさが実感できる者にしか伝授できないのだと話す。だがマームならばその優しさと正義の心を信じて奥義を教えるのだと話すブロキーナ。覚悟を決めたマームはブロキーナへ奥義の伝授を願い出たのだった。助かったのかい俺。ダイ、気がついたか。ああ、マームのおかげだ。戦い方もあるのか。ダイ、おいてめえ、何か道具持ってんじゃねえのかよ。あるなら早くダイのダメージを回復しろ。おお、そうだった。僕はこの道着の中に秘蔵の品をいっぱい隠し持っているのだよ。今は薬草を出してあげるから感謝したまえ。おかしい、ないぞ。いつも僕は薬草を5つは持ち歩いているのに。そうだ、この間山でモーモに襲われた時全部使ってしまったんだった。そんな雑魚相手に薬草5つも使い切るんじゃねえ。とどめ。
このザムザ様の頭はまだまだ冴えている。お前の攻撃は2種類に分かれている。光っている拳とそうでない攻撃とだ。つまりお前の技は全身で使えるわけではなく、その拳、しかも命中する瞬間に限られると読んだのよ。それは特殊な飛膜粘液、ちょっとやそっとじゃ取れん。あの光の剣が使えねえと、いくらマームでも。何かねえのか、何か体力を回復できれば何でもいい。これは涙のどんぐり。その名の通り、スズメの涙ほどの体力が回復するのだ。それでいいよ、それさえあれば。頼むチュウ、そのどんぐりを持って俺をあそこへ。急いでくれ。あの技さえ封じれば、不死身の俺に通じる技はない。くたばれ小娘。マム！ダイ、何か手があるなら早く、早くしてくれ。結構見た目より重いんだな君は。ごめん、でもあの剣の場所まで行く体力も取っておきたいんだ。最後に爆発させる一瞬のためにね。マームの戦い方を見ていたら分かった。俺の紋章の力の使い方にどれだけ無駄があったのかが。マームの光る拳のように、攻撃のその一瞬だけに全パワーを集中して爆発させればいい。たとえほんの一握りの力でも、それら全てを最後に使えば奴に勝てるはずだ。ずいぶん手こずらせてくれたな。あの不思議な技の正体は気になるが、お前のような危険人物は殺すに限る。ダイ、覇者の剣のところに。ダイは何かしようとしているんだわ。何でもいい、こいつの注意を少しでも引かないと。モルモットはいつもこうだ。死ぬのが分かっているのに必死であがきよる。ゴミ同然の存在のくせにな。命にゴミ同然のもんなんて一つもない。たとえどんな生物でも、それがわからないとしたら、あなたこそ本当のゴミよ。良いかザムザよ、お前は道具なんだ。力を、知恵を身につけよ。わしのためにそれを役立てよ。さもなくばお前はゴミじゃ。あ、そうじゃろ。役に立たない道具、そりゃゴミ以外の何でもあるまいって。俺はゴミじゃない。力も頭脳も最高なんだ。今なら妖魔師団長だって、百獣魔団長だって務まる。俺をバカにするな。チュウ、早くあのどんぐりを。ほんのわずかだけど、パワーが戻った気がするよ。覇者の剣よ、俺に力を貸してくれ。あの小僧、いつの間に剣を。メラだ。あんた、いつの間に。いいからメラをマームに撃つのだ、早く。そうか、よし、マーム。それで粘液を。
しまった。なぜだ、なぜなんだ、どこで計算が狂ったんだ。負ける要素はなかったのに、なぜ。さあね、ネズミにでも聞いてみるんだな。追い詰められたネズミによ。そうか、負ける要素は下等生物をゴミと侮った俺の心の中にあったのか。よくやったな、ダイ。すげえアバンストラッシュだったぜ。ああ、この覇者の剣のおかげ。覇者の剣がボロボロになるなんて。伝説の剣でも、ダイのドラゴンの力には耐えられないのか。残念だったな。そいつは精巧に作られた偽物。本物の覇者の剣は、すでにハドラー様に献上済みだ。そして、これさえ献上できれば、俺の使命は終わる。届け我が父のもとへ。てめえ、何をしやがった。我が父に送ったのだ。あの中には、超魔生物の研究の成果を含む、俺の知識の全てが詰まっている。残りの研究は父が引き継いで完成してくれる。バカ野郎、てめえの親父ってのはザボエラだろうが。あいつがそんなことやって感謝するような玉かよ。わかっているさ、そんなこと。あの父は自分以外の全てを道具としか見ていない。俺が死んでも涙一つ流さないだろう。だがあんな父でも俺の父であることに変わりはない。これが超魔生物となった者の定め。破れ去った時には死体すら残さず黒き灰となって散るのだ。神が与えた命に手を加えた天罰かもな。ザムザ、同情などいらん。俺は十分に満足しているのだ。束の間とはいえ、地上最強の肉体に限りなく近づけたことも、そしてお前たちとの戦いにもな。だがいつか完全なる超魔生物がお前たちを倒しに来る。俺の戦いは無駄じゃなかった。そうさ、決して無駄ではなかったはず。こいつ、親父に褒めてもらいたかったんだろうな。表面上はどうあれ、きっと心の底では父親の愛を求めていたんだわ。わかる。俺、なんとなくわかるよ。魔王軍との戦いに向けて
レオナ姫はサミットを企画しておる。サミット？そうじゃ、世界中の王や最高指導者たちが一堂に会して世界会議を行うんじゃ。今まで各国の王たちは連携を取らず、そこを魔王軍につけ込まれた。そのためオーザム、リンガイア、カールの3つは滅ぼされてしまった。だがパプニカの若き指導者レオナ姫の呼びかけで、残る国の王たちはその力を合わせ魔王軍に立ち向かうことを決意したんじゃよ。レオナにしかできないことってそれだったんだ。サミットはいつどこで開催されるのですか？魔王軍に漏れぬよう秘密にしていたが、もうよかろう。数日中にパプニカのある場所で行われる。わしも今夜パプニカに向けて出航するが、ダイよ、お前たちも一緒に行くかね。だけど覇者の剣は手に入れ損なっちまったからな。ねえ、サミットに世界中の偉い人が集まるなら、伝説の武器の情報を誰かから聞けるかも。そうか、王様、俺たちはポップのルーラで今すぐパプニカに戻ります。思い立ったらすぐ行動か。相変わらずじゃの。待ってくれ。ありがとう。君たちがいなかったら俺たちは全員やられていた。さすがは真の勇者たちだ。なぜだ、なぜあんなにかっこよく大活躍したこの僕の功績について誰も触れようとしないのだ。みんな、どうして言ってくれないのだ。僕が、この僕が。これ予算か、みっともない真似は。なんだと、この幽霊小僧め、お前なんかに偉そうに説教される筋合いはないわ。まだわからないの？その人はブロキーナ老師よ。このじいさんが武術の神様？老師、なぜこんなことを。お前たちの上達具合が気になってやな。老体に鞭打って紛れ込んでいたのじゃ。まさかあんなことになるとは思わなんだが、まあ結果的にマームの修行の成果が見られてよかったよ。お前もいい勉強になったじゃろ、チウ。わしに拾われてから3年、ちっともお前が上達しなかったのは変に格好ばかりつけとったからじゃ。だが土壇場でなりふり構わず放ったお前の技は今までにない威力があっただろう。一つ成長したな。根津公よ、おめえも立派な英雄の一人だぜ。根性だけなら貴公がロモス1だ。こういうものさ、チュウ、名声は後からやってくる。最初から求めてはいけない。よし、いい師匠じゃねえか。じゃ、行くか。ロシ、僕もマームさんたちと一緒に旅に出ようと思います。いいよ、ダイ君たちがいいって言うのなら。では、お世話になりました。待ちたまえ、君たち。どうしてもというのなら、この僕の力を貸してあげるよ。ルーラ、もう意地悪ね。老師に言われたことがちっとも身になってねえから、ちょっとからかってやったのさ。でも不思議なやつだよね、あいつ。あいつを見てると、なんだか人間だとかそうじゃないとかなんて悩んでいた自分がすごくちっぽけに思えてくるよ。そうだな、あんなのが一人いてもいいかな。その後、ポップのルーラでパプニカへ帰還した第一行をクロコダインが出迎える。マームとの再会に喜ぶクロコダイン、そして新たな仲間チウの紹介を終え、クロコダインはダイたちへレオナや各国の王たちが集まるサミットの会場、パプニカ大礼拝堂を示す。人間たちが協力し合い魔王軍へ対抗しようと模索する中、また新たな脅威も迫るのであった。
レオナがサミットを企画していることを聞き、パプニカに戻った一行。レオナは世界中の国の指導者を呼びたかったが、滅んだ国のうちリンガイア王国のバウスン将軍を救出できたのみだという。ダイはサミット参加者の中に伝説の剣に詳しい人物がいないか尋ねると、テラン王フォルケンの名が挙がる。ダイたちはパプニカに到着していたテラン王に謁見する。テラン王は覇者の剣に使用されているオリハルコンは神が作ったとされ、わずかな量だけが人間に与えられたのだと話す。それゆえオリハルコンで作られた覇者の剣より強力な剣はこの地上にはおそらく存在しないとダイたちへ告げる。せめて他の強力な剣はないかと問うダイ。テラン王は占い師であるメルルを呼び、ダイの目的のものを探す占いを依頼する。占いで導き出された言葉はランカークス。それはアバンの弟子になるため家出したというポップの故郷の名であった。いてててててごめんね、無理やり付き合わせてしまって。あなたがいれば力になってくれると思ったから。いえ、私もぜひ皆さんに協力したかったんです。よかった、優しくて温かい人ポップさんが好きになるわけね。なかなかいいところじゃんか。ちっちゃい村だぜ、何一つ変わっちゃいね。店はこの先だ、俺はここで待ってるからな。本当に来ないつもり？親父と会ったらヤバいんだって。あの女の人、武器屋の人かな。母さん！ポップ？ポップなの？え？ああ。ポップ！母さん、ごめん。ごめんよ。ポップのやつ、本当は会いたくてしょうがなかったのね。親父！あなた、ポップが帰ってきたんですよ。ポップ？親父。勝手に家を出てったきりで1年以上も音沙汰なし。今更どの面下げて帰ってきやがったんだ。ギエー、おじさん落ち着いて。お客さんが一緒とは知らず恥ずかしいところを見せちまったな。しかしうちのバカ息子が勇者の手助けをしていたとは信じられんよ。ポップのおかげで俺たちはこうして生きていられるんです。それでおじさん、さっきの話ですが。ああ、伝説の剣ね。俺の店にそんなものはない。だがロンのところになら何かあるかもしれんな。ロン？最近知り合った魔族だよ。親父、その魔族ロンベルクっていう名前じゃないのか？ああ、そうだが。ヒュンケルから聞いたんだ、奴の魔剣や魔装を作った魔界最高の名工の名前が確かロンベルク。そいつに頼めば。どうかな。森の中に隠れるように住んでいてな、人に会うのが嫌いなんだよ。帰れ。俺はもう二度と気合を入れて武器を作ることはない。ましてや世界最強の剣などと夢みたいなことを。そんな、あなたが最強の剣を作ってくれなかったらもう頼る人はいないんだ。俺の興味は自分の作った武器がどれだけの威力を発揮してくれるかだけだ。
ところがどうだ、最近はろくな使い手がいない。どんな強力な武器も持ち主がバカじゃ飾りみたいなもんよ。その辺に転がってる剣、坂台稼ぎに作ったものだが波よりはマシだ。くれてやるから持って帰れ。波よりマシじゃダメなんだ。あなたの鎧の魔剣ですら一撃しか俺の力に耐えきれずに消滅してしまった。お願いします、あの魔剣よりも強い剣を作ってください。でないと神魔合流剣に打ち勝つことはできない。何？神魔合流剣だと？あの剣と戦ったのか？結果はどうだった？相打ちだった。相手の剣も折ったけど、でもこっちは剣が消滅しちゃったんだから負けかも。折った？俺の剣で神魔合流剣を折ったのか？いいぞ、そいつはすごい。おいロン、どうしたんだ？これが喜ばずにいられるか。神魔合流剣こそ神が作ったと言われる地上最強の剣。この俺が100年以上も追い求めてやまなかった究極の武器だ。それを強度的に劣る金属で作ったあの魔剣で折ったんだからな。大した坊主だよお前は。持ち主がお前なら地上最強の剣ができるだろう。同じ材質で俺がお前のために作れば必ず神魔合流剣に勝てる。お願いします、早く。慌てるな、同じ材質と言ったろ。神魔合流剣と同じオリハルコンだ。オリハルコンを見つけてこい。なんで振り出しに戻っちまった。でもオリハルコンさえ見つければいいんでしょ。なもん、そう簡単に。ん？覇者の冠！ロモス王がオリハルコンでできてるって言ってたな。デルムリン島だ。じいちゃん、あれどこ？俺の覇者の冠！いきなりなんじゃ、奥のどこかにあるはずじゃが。どこだ？あった！片付けていかんか。ごめん、急いでるから。大君、ロモスの王様、この覇者の冠、武器に変えていいですか？オリハルコンの剣を作るんです。それはすでにお前のものじゃ。世界の平和のために役立つ武器として生まれ変わるのに何の異論があろうか。ありがとう王様。ベンガーナ国の船入港します。あんな目立つ船で。レオナ姫、あなたの呼びかけに応えて出陣したよ。ベンガーナ王、行動は秘密裏にとお願いしたはずです。あのような軍艦で来られては。それにあの武器は何じゃ。戦車だよロモス王、我が国が誇る精鋭戦車部隊だなあアキームよ。はっ、我がベンガーナ戦車部隊は世界最強の陸軍と自負しております。これからは兵器だよ。大砲の前には剣も魔法も無力だ。サミット、世界会議とはつまり我が軍がどう魔王軍を攻めるかの作戦会議であろう。どれ、会場はどこだ。こちらへ。王の中にもあまり感心しない者がいるようだな。クロコダイン、こんな時に悪いんだけど、俺たちは。心配せずに行ってこい。パプニカには俺もいるし、ま、あいつらもいることだしな。じゃあポップ、もう少し休ませろ。何回ルーラで飛んでると思ってんだ。
どう？勇者の剣。相変わらずだよ。冠を牢にぶち込んだっきり、まだじーっと大の手を見ている。昔、人と武器は一つだった。人は強き武器に恥じぬよう努力した。強き者がいるからこそ武器も日々進歩した。今はどっちもクズだ。だがお前なら、今一度最強の人間と最強の武器が合わさった姿を見せてくれるだろう。ジャンク、手を貸してくれ。こいつは大仕事になる。ロンが取り憑かれたみてえに剣を打ち始めた。手伝いは俺がするから、奴の集中力を乱すな。何でもこの剣は大君のために作られる新たな命なんだそうだ。だから波の武器を作るようなわけにはいかんらしい。だから大の手をずっと調べてたのね。剣を振るうことになる。大の手を。真の武具は持ち主を選ぶっていうもんな。分かったよ親父、頼むぜ。お前なんぞに言われるまでもねえ。お、どうしたんだお嬢さん。見える、見えるんです。何か巨大な影が。恐ろしい、恐ろしい力です。このままではパブニカが滅びてしまう。ベンガーナを何度も言うように、世界の国々の武力が一つに集まらねば魔王軍には勝てぬ。そのためにわしらはこうして集まったのじゃぞ。その主力は我が軍だろう。安心して任せろと言っておる。ベンガーナ王、我らリンガイアも城塞王国と呼ばれた強国でしたが、魔王軍の潮流軍団によってわずか1週間で滅ぼされてしまったのです。あの強さ、恐ろしさは戦った者しかわからない。失礼ながら、帰国が未だ健在なのは敵の戦力が本腰ではなかったというだけのことでありましょう。無礼だぞバウスン将軍。世界一と謳われた我が軍の戦力を知らんのか。ダメだわこんな調子じゃ。せっかく開いたサミットだというのに。見ろ、あの最新鋭、世界最大級の軍艦を、あの最強の戦車部隊を。魔王軍はいかなる軍勢を率いてこようが、ビクとも。ヒュンケルの推察は当たっていた。祈願城はそれ自体が巨大なる魔人とも言うべき移動要塞だったのだ。おい、なぜあんな巨大な敵が接近してくるのに気づかなかったんだ。それが海の上に霧が出ていたので。霧だと？まさかミストバーンか。ベンガーナの船、ハドラーの睨んだ通りか。世界の首脳陣がこのパプニカに集まっている。バーン様に盾つこうとするアリどもめ、いぶり出し踏みつぶしてくれるわ。